静かな舞台で若手たちが激しい技のスピード戦の応酬、二つ目の準牛バトルを迎えています。10レース、彗星のごとく1年2ヶ月で優勝をかっさらった福田周平、あれから3年半の時が過ぎています。2匹目の土壌を取るために、さあここでまずは優出を決めたい福田周平、引戦に構えます。確かな知力を身につけている佐賀の2世レーサー北川太一、定番通り入ります。顔は小さいがセンスと勝負度胸はでっかい3号艇の山田優也。デビューから1年が過ぎまして、デビュー当時から確かなるセンスをアピールしていた地元の中村太平、初の予選突破、初優出に向けてアタックは4角あたりを狙うか。わっと、そのうち山田優也から引きます。3角外は5号艇、じわじわ底上げの木村亮太、底上げといったら隠れ64号機は名機と言われたが、ここに来てものすごい展示の見え方。あなたは勝で勝負か中山勝、3角に3号艇の山田優也です。本番は2対4の準牛2つ目のバトルです。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。三方から3号艇ダッシュがついて、3号艇山田優也も内側に抵抗十分。福田周平まずはインから開始速攻、3号艇山田優也前詰まりの展開から変化を加えてバックへ入った。2号艇小回り北川太一、先頭1号艇の福田周平が押し切りに成功であります。2着競りは北川太一、アウトは3号艇山田優也が若干覗いている。6号艇中山翔がインコースからじわっと挽回という体勢。前提スターター正常、2番手の2号艇つけて回った。2号艇6号艇アタック、3号艇切り込んだ山田優也。鋭く入ってくるが、2着出りは山田か北川か、まだ混戦状態も、インコース3号艇の山田優也かすかに先行であります。切り返しそうとしたが、2号艇少しハンドルが切れず、2号艇来たが思い切るつけ回った。タイミングよく行ったが前の後席でわずかにスライド、3号艇の山田優也がこらえて、現在バック中間では一定新リードを取っています。独走体制は1号艇の福田周平、2号艇の北川太一、後方から揺さぶりをかけるが、外へまたボートを出す。3号艇山田優也つけ回った。2号艇おっと、ここで残念ターンが流れてしまいました。北川太一、3号艇山田優也が混戦競り勝ったが、リードも完全に広がった。福田周平から山田優也、3番手2号艇の北川太一です。後方4号艇中村太平、5号艇木村亮太、6号艇の中山翔が続いています。2着ゼリはデッドヒート混戦とはなったが、3号艇の山田優也が競り勝ちました。進入手も3角にして見せて沸かせたのが3号艇山田優也でしたが、見事にブロックを決めた1号艇気迫のインが1号艇の福田周平、上位は1番3番2番と固まりそうな2つ目の準牛です。先頭1番の福田周平五輪、2着で3番の山田優也、2番の北川3着、4番の中村、5番の木村、6番の中山五輪。